こんにちは、赤玉ちゃんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日の動画は久々の開封動画です。チャームさん頼むの何ヶ月ぶりだろう。まあちょっと引っ越してバタバタしてましたので、あ、そうでもないか、60センチローを立ち上げた時にチャームさんで買ってるから、やっぱり月1ぐらいでは頼んでる感じはしますね。開封していきましょう。数は少なめです。この季節必要、あ、大きかったな、あれ、いつもより大きいの買っちゃったかな。この季節必要となる、オートヒーター、26度設定のオートヒーターと、あとは花の里さんおすすめの日本ライン赤玉土、私もこれ好きですけど、なんかやたらとね熱弁してましたけど、すごい時間かかるんだよ乾燥に。あ、そうなんですか、自然乾燥なのこれ。いや、私土のそういう話聞いたことない。この日本線っていうのは、はい、これ全部自然乾燥させてるの。で、焼き赤玉っていうのは焼くわけじゃん。はい、そうですね。だからものすごい硬いんだけど、俺はね、あの焼き赤玉って一番硬いけど、はい、メダカって埋もれるでしょ、はい、傷つくような気がするのね。優しい。いや、つくよね、あれ。この日本線のタイプって、なんか職人さんが丁寧に焼いて時間かけて作ってるから、なかなかね、欠品が多いんだよって言ってましたね。そして、発泡スチロールの中身はというと、これは私もドキドキ。意外と中身はシンプルだ。おまかせ水草ミニポット1ポット ×10 10ポットですね。これがね、気になってたんですよね。水草のセットなんですけど、お任せなのでどんな水草が来るのか。先に今回、注文したのは、なぜかというと、これから立ち上げる室内ビオトープ用語です。ウォーターダイヤの越冬チャレンジを今年も、受け継いでやろうと思っているので、そのための加温ヒーター。ウォーターダイヤは暖かい国の植物なので、日本の寒い冬では越冬できないので、毎年私はこれで室内越冬チャレンジをしております。26度設定のオートヒーターと、あとは立ち上げるための御用達赤玉土、あとは水草ですね。では水草ちょっとどんな感じか見てみましょう。お、ちゃんと名前が書いてある、すごい。わっ、なるほど、こういう感じか。かわいい、ちっちゃいポットに入ってる。ちょっとこれを、めっちゃかわいいな。一個ずつこういう感じで。なんか、ちゃんとプリントしてある。水に強い素材のもので。面白い。おまかせ水草セットっていうの初めて買ったんですよね。おまかせってついてると本当どんなものが入ってくるかは正直わからないじゃないですか。だからちょっと頼んでみたいというワクワク感がありますよね。これはこの向きでいいのかな、こうなのかな。なんかね、聞いたこと名前ない名前の水草がいっぱい。なるほど、こういうことかな。はい、並べてみました。なんかいろんな名前のがあるけど、ちょっと一個ずつ見てみますか。まずこれ、これ合ってるかな、スターレンジトカンチンス。え？次、ハイグロフィラ SP、パクセラオス産、ワコパオーストラリア。こっち見けた方がいいか。これはソムノフィラアロマティカ、ロトラロトンディフォリアハイレッド。で、こっちがカーナミン、スターレンジジュルア、ニューオランダプラント、バコパローライマ、マダガスカルバコパということで、なんかいろんな名前の水草ですね。こういうタイミングじゃないとわざわざ自分では選ばないような初めて聞く名前の水草が多いですね。これは面白い。
名前聞いたことあるのはバコパとかロタラ、ロトンディホリア。でもハイレッドって書いてあるから、ハイレッドっていうの聞いたことないな。バコパがいろんな種類あるけど SP ほとんど聞いたことないよ。ほとんど聞いたことない。例えばスターレンジっていう名前は聞いたことあるけど、スターレンジ トカンチンスとか、なんかその例えばバコパの種類でもバコパなんちゃらかんちゃら、オーストラリスとか、なんかまたちょっと違う種類。初めてのお初にお目にかかる水草ばかりでございます。楽しいですねこういうのもね。ということでこれは一つ、ウォーターダイヤ以外の方のビオトープに植栽していきたいと思います。まあ、ビオトープ向きかどうかっていうとちょっと向きではないかもしれないですね。どうだ、ちょっとやってみないとわかんないな。個人的にはなんかこの葉っぱ、これかわいいな。ハイグラフィラ SP パクセラオス産、これとあとこれが結構気になるカーナミン、めっちゃかわいい。ここら辺はね気になる。これもかわいいな、ニューオランダプラント、なんだろう。葉っぱの形がかわいいのと葉っぱの後ろがちょっと赤い。ちなみに後ろに映ってる棚なんですけど、ちょっと動画をアップする順序がもしかしたら逆になっちゃうかもしれないんで紹介しますけれども、こんな棚を作ってみました。脚立をね、こう脚立ラダーですね、2台購入して、これね全部で3万円以内でできたんですよね。これだけ幅広い棚を3万円以内で作れるんであればかなりコスパはいいと思います。見栄えも非常に良くて気に入ってます。でこの棚は 2m44 の長さに奥行きが30のものをチョイスしたんですけど、棚の種類によってはもっと安いのが、これ1枚4000円ぐらいのやつをチョイスしたんですけど、種類によってはもっと安いものもありましたし、厚みがね 1.9 センチかなだったと思うんですけど、逆に強度を持たせたければもっと分厚い板にすればいいし、もっと手軽なものにすれば短くて、薄いのにすればもっと金額も低く抑えれるので、これなかなかおすすめですよ。植物だったりとか、あとはテラリウム、パルダリウムなんかはね、結構ねやってる方なんかは収納場所なんかに困るんですよね。でアクア系と違って、アクアは結構専用の水槽材とかが売ってたりとかするんでね、いいんですけど、まあ、こういった小型水槽だったりとか、あとはテラリウム、パルダリウム用の台っていうのは今のところね、なかなか売っていないのが現状なので、まあ、収納とかに困った人にはちょっとこれはおすすめです。特に今の時期、外に出していた植物をお部屋の中に避難される方が非常に多くて、お部屋の中が冬の間は植物でいっぱいになってしまうので、私もね結構いろんなところに植物が点在しちゃってて、ちょっとすっきりさせたいなっていうのがあったので、こんな棚を用意してちょっと集約させてみました。まだまだ余裕があるんで、いろんな植物置いたりとかね、あとは雑貨なんかも飾ったりとかできますし、今後、この棚には植物育成 LED ライトをそれ用にちょっとね設置していきたいという計画もございます。で今日は開封動画ついでにもう一つ開封がありますのでやっちゃいましょう。さっきねホームセンターへ、私のお家はあの玄関開けたら3分でホームセンターなので買ってきました。よし、箱がでかい。オープン。え、組み立てるんじゃん。よっ、頑張ろうな。よいしょ、せーの、よいしょ。じゃじゃーん、石油ストーブを買いました。ちょっとまず組み立てようかな。では、時飛ばし。はい、組み立て完了。ということで、今回は、石油ストーブを購入しました。これね、エアコンだとどうしても室内乾燥しちゃって植物に非常に良くないので、この石油ストーブにすることで乾燥を防げる上に、ここに夜間を置いて加湿を測れるということで、今回はこのコロナの型式 SL の6621というタイプ、ちょっと大型のタイプですね。2021年製のもの、今年ので。でここのお部屋がリビングとダイニング合わせて20畳以上あるので、木造17畳、コンクリート23畳までというタイプにしました。
今年の冬はこれで加湿をしていきたいと思います。はい、ということで本日は開封動画でした。次回の動画はトト室内ビオトープ立ち上げになります。お楽しみに。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。赤玉チャンネルを登録してビオトープを楽しもう。ということでまた別の動画でお会いしましょう。